えぐー。あはは、モニーバゲモンじゃん。あ、大谷でもできんかったけんね、あれ。八重樫の今の髪型は別でいいよ、土下んでも。ルン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 、藤村さんやっぱ使ってほしい。藤村さんね、育成がね、マジで。そう、野球選手の髪型ってめった見れんけんね。もう常に帽子かヘルメットかぶっとるけん。いや、それタッチしてファーストじゃダメっすか、オッチ。ボホール。そう、マッケンジーは角刈りみたいな感じだったね。あれがいいんよな。だけど角ゲンジーって言われとったよ。でれれれれれれれ、小笠原強いよ。だって今ちゃんとしたヒット打たれたの今のヒットぐらいでしょ。あとは全部外角引っ張ったりポテンヒットやったり。でも4点取られてます、現実。ランク戦はね、シュレット選手が全員使えるよ。ランクで使えんかったら終わってんだろ、このゲーム。ランクで使えんかったらその選手なんで取るん誰が欲しいんそれ。小笠原さんは配球考えんでいいけん、いいよ、超楽よ。小笠原使ってるんですけど配球が全然わからないのですあの配球もクソもないよ俺の小笠原は。ただナックルカーブひたすら投げるだけやけん、相手の反応待ちなんで俺の小笠原は。相手がどういう対応してくるか、ただそれだけ。八重樫つなぎます。バウアーランクでもいいんじゃない、強いんじゃない。小笠原を山岡シリーズにチェンジしようと思ってるんですけど、絶対小笠原の方が強いよ。小笠原さんシリーズ2、まあまあまあ本当はシリーズ1の方がいいけど、まあまあまあ、まあ、しゃーなしシリーズ2でもいいよ。しゃーなしね。
さあ期待戦しましょう。ジジイ。てか今日の主役はアレックスなんで八重樫はもう大丈夫です。人気あるけどな八重樫さんは。なコアなファンがいっぱいおるで。DH 誰にしてますか。 DH、大山、大山、大山さん、大山さんかな。多分ユウスケやったと思う。えぐー、あ場外。あーそうですか。モンニー最新スピ松井裕樹ストレート、ゾゾマリン場外、えぐいね。モンニーバケモンじゃん。あ、大谷でもできんかったけんね。あれ大谷を超えました。モンニーはゾゾマリン場外です。対戦ありがとうございました。ジージー。一番打ちやすいバッター、まあモンニーかな。さすがにあんなバッティング見せられるとやっぱさすがモンニーってなるかな。セカンド最強、まあ菊池やね。やっぱあの人に勝てる人いないっす。え、みんなしたことあんの、レンタル彼女っていうの。俺の知らん世界やん。まだ俺の 8% がどんどんおらんくなっていく、みんなのせいで。アホみたいなこと言ってるな、マジで。そう思う分にはいいんよ。それ口に出して言っちゃダメなんよ。俺だってそれ挟まれてる。それ言わんじゃん、そういうの普通。なんかね、そういうことを言うなって言ってんじゃないの。こういう公共の場で誰でも目が入るとこで言うなって言ってんの。わかる？はい、八重樫。82歳女です。リアタイしましょう。一旦寝ようか。いやー、マジ。リアタイ上手くなるぞ、ひたすらランク。もう、狂ったようにね。狂ったように八重樫を使うんや。は？それはここの骨折れるて。それは折れるよ。レンレレンレンレレレレンレンレレンレン。いかん、マジでちょっと今度打率上げる配信しよう。ちゃんと時間取って。マジでしよう。なんかさ、もうなんかふざけてしまうよな、楽しすぎて。あとてかさ、みんなが俺をふざけさせるまであるよね。最悪、いつかマジでちょっと打率上げる枠取ろ、ちゃんと。で一旦6割に戻してふざける、ふざけるというか楽しむ、心の底から。一旦ね、話はそこから。おれい、こういうバッティングしますよ、八重樫。大丈夫？あぶねえ。まあなんか。
ツーアウトやもんな。単打単打ダメでした。